グロッタの町、ようやくたどり着いたわ。おい、あんた、見たところ旅のものだろう。あの町は今ひどいありさまだと聞くよ。命が惜しけりゃよそへ行くんだな。ご忠告どうもありがとう。けれどそういう場所だからこそ、私はあの町に行かねばならないの。この闇に覆われた世界で苦しんでいる人たちを助ける、それこそが私の使命だから。やれやれ、こんな世界になっちまってみんな自分のことで精一杯だってのに、人助けなんてご立派なこった。みんなだってもし生きていればきっと同じようにしているはず。こうして旅を続けていればまたどこかで会えるかもしれない。そうよね。よいしょ。えい、行くわよ。やっ、よいしょ。やっ、はっ。町の中に魔物が、これは一体。ああ、俺たちに逆らうと生意気なやつだ。まだ自分の立場ってもんが分かってねえようだな。二度と愚かな考えを持たぬよう、その根性を叩き直してやる。待ちなさい。ブギー様に報告だ。助けてくれてありがとう。俺はグロッタの町で投資をしてたものさ。あんた仮面舞踏会に出場して準優勝したマルティナさんだよな。どうしてここに？私は人々を苦しめる魔物を退治しながら各地を旅しているの。その道中でこのグロッタの町が魔物に襲われたと聞いてやってきたのよ。話を聞かせてもらえるかしら。世界が闇に覆われた後、妖魔軍王ブギーって魔物が町を占拠して俺たち人間を働かせ始めたのさ。元チャンピオンのハンフリーをはじめ何人かの闘士がブギーを倒しに向かったけど、その後誰一人戻ってきやしない。俺もなんとか一矢報いようと魔物に逆らってみたけど、このざまさ。苦しんでいる人たちを放ってはおけないわ。そのブギーという魔物は私が倒してみせる。でもいくらあんただって。ブギーはこの町の3階、かつて闘技場があった場所にいるらしい。命が惜しくないなら行ってみなよ。
よっしゃ。よっしゃ。町の人を苦しめるブギーとはお前のことね。いかにも僕ちんこそロトゼタシア一の伊達男、妖魔軍王ブギー様だじゃん。お前が僕ちんに逆らおうっていうおバカさんだね。さあその間抜け面を見せてみな。パンサーのように艶やかな毛並み、ギガンテスバリに引き締まった筋肉、ボクちんのタイプど真ん中だじゃん。決めた、君はこの瞬間からボクちんのマイスイートハニーだよ。一生ボクちんのそばにいてちょ。何よふざけたことを。そんな可愛い顔で見つめられたら僕ちんキュンキュンしちゃうじゃん。よし、素敵な君との親睦の証として僕ちんからプレゼントをあげちゃう。ぜひ受け取ってほしいな。じゃじゃじゃーん、僕ちん特製のバニースーツさ、絶対君に似合うから着てみちくり。黙りなさい。出会ったばかりの二人が触れ合うなんてハレンチすぎるじゃん。まだ君の名前すら聞いてないのに。僕ちんはどうしても君にこれを着てもらいたいだけなんだ。ほらあれを見て。あいつらに手を出されたくないならこのバニースーツを着てくれないかにゃ。いいの、僕人特製バニースーツ、断ると二度と見られないかもよ。本当にそれでいいの。どう、着る気になった？ああ本当に頑固なんだから。まあそんなところも可愛いけどね。でもあれを見て。あいつらに手を出されたくないなら君はこのバニースーツを着るしかないんだ。さあ
切る気になってくれたかにゃ。人質を解放して真面目に私と戦いなさい。ブギ、前言撤回。気が変わったじゃん。僕ちん君のこともっと知りたいから二人きりでおしゃべりしたいな。というわけでブギ。僕ちんと可愛子ちゃん以外のやつらはみんな吸い込んじゃってちゃ。あ、承知しましたわ、ブギー様。約束を破ったわね、卑怯者。怒った顔もプリティだね。大丈夫、君だけは吸い込まないから安心して僕ちんのそばにいてよ。いけない。あら、君は、君だけはそこに入っちゃダメだよ。もう戦いたくない。謝るから許してくれ。ブギー様に盾ついた罪は重い。この妖魔の監獄であと一万回は戦いの練習台になってもらうぜ。なんて非道なことを。抵抗できない人を戦いの練習台にするなんて許さない。やめろ、頼むから余計なことはしないでくれ。な、お前見ない顔だが新入りか。安心しろ、この人間を殺しはしない。ブギー様に盾ついた罪を骨身にしびるまで叩き込んでやるのがこの妖魔の監獄のルールなのさ。じきにお前も同じ目に合わせてやる。自分の順番が回ってくるまでせいぜい震えて待つんだな。ここがどんな場所であろうと見過ごすわけにはいかないわ。よしてくれ。あんたがこいつらに逆らったら俺まで何をされるか。いいから俺のことは放っておいてくれ。そんなに人助けがしたいならこの奥の監獄部屋には俺よりもひどい目に遭った連中が閉じ込められてる。そいつらのところへ。わかったわ、この奥なのね。
あなたたちは仮面舞踏会に参加していた闘士たち、みんな無事だったのね。ああ、あんたもここに落とされたのか。お互いついてないな。あなたたちもブギーに立ち向かい、そのまま戻らなかったと聞いていたけれど、一体何があったというの？俺たちはブギーに返り討ちに遭い、この妖魔の監獄に落とされちまったんだ。ここに落とされた者はね、ブギーに逆らった罪を償うまで魔物たちからお仕置きを受けるの。一人ずつ魔物たちの戦いの練習台にされ、たとえボロボロになって倒れたとしても、それは続くのよ。なんて残酷なことを。僕たちを異空間に吸い込んで、この妖魔の監獄で戦わせているのはメガモリーヌという魔物らしい。そいつがいる限り、僕たちはここでずっと戦い続けなければならない。毎日毎日恐怖と痛みに怯えながら。それは辛い日々だったでしょうね。でもまだ希望は残っているはずよ。その話が本当なら、メガモリーヌを倒せばここから脱出できるかもしれないわ。希望か。そんな言葉久しぶりに聞いたぜ。奴らに逆らったところで、さらにひどい目に遭わされるのがオチさ。おとなしくしてたら、いつか奴らも許してくれるかもしれねえ。いいからもう放っておいてくれよ。でもそれじゃ何も変わらないわ。今立ち上がらなければ。噂で聞いたわ。悪魔の子が魔王を誕生させたせいで世界が壊れちゃったんだって。言いたくないけど、マルティナさんって悪魔の子と旅をしてたのよね。そんな人から何を言われたって。それは、そろそろ次のお仕置きの時間だ。次はお前が戦う番だ。我らがブギー様に立てついた罪、身をもって償ってもらうぞ。いやだ、僕はもう戦いたくない。やめなさい。それほどまでに人間と戦いたいのなら、この私が相手になるわ。面白いじゃない。ボットでのくせに、ほんと生意気なやつね。この声はメガモリーヌ様。生意気なやつって私大嫌いなの。だから特別に、ヨーマの監獄名物、地獄のお仕置きラッシュを味わわせてあげる。ブギー様のお気に入りだからって、このメガモリーヌ様は容赦しないわよ。
メガモリーヌに目をつけられちまった。あんた、もう終わりだぞ。希望がある限り、私は戦う。それだけよ。仮面舞踏会で準優勝だったからってこの戦いには勝てるわけないぜ。まったくバカなこと。今のはみんなよく見てちょうだい。そこに立っているのは無謀にも私たち魔族に盾ついた不届き者よ。愚かで哀れなその人間に自分の立場ってやつを分からせてあげましょう。さあ地獄のお仕置きラッシュの開幕よ。受けてみなさい。
うっさりさ、もう終わり。話に聞いていたお仕置きとやらもこれでおしまいのようね。あの地獄のお仕置きラッシュをたった一人で耐え抜いたなんて、どうしてあれほど頑張れるの、あんな絶望的な状況の中で。地獄のお仕置きラッシュを突破するなんて、やっぱりメガトン級に生意気なやつね。こうなったらこの監獄の支配者であるメガモリーヌ様直々にあんたに鉄槌を食らわしてやるわ。戦い終わって疲れたところを狙うなんて卑怯だぞ。ああ所詮あんたみたいな人間なんか私の敵じゃなかったわね。まったく、ちょっとブギー様に気に入られたからって調子に乗らないでよ。ブギー様が真に愛しているのはこのあたし。美貌もスタイルも筋肉だってあたしの方がメガトン級。この程度で私に勝ったつもり？メガトン級も大したことないのね。もうお仕置きの時間は終わりよ。そんなに死にたいのならこの私が望み通りにしてあげるわ。マルティナさん、もういい、もう立つな。歯向かうのをやめればもしかしたら命だけは助かるかもしれない。このままじゃあんた死んじまうよ。ここで立つのを諦めたら待っているのは希望の杖と本当の絶望よ。今世界は絶望の闇に覆われ、たくさんの人たちが魔物に怯えて孤独にさらされている。でもそんな時だからこそ苦しむ人たちを助けたいと思った。かつて彼や仲間たちがそうしていたように。その思いが絶望の中にいた私を突き動かし、
決して揺るがない希望の光となって前に進む力を与えてくれた。だから私は何度だって立ち上がる。人の心に宿る希望の光はどんな絶望にも負けはしないわ。あんたのおかげで目が覚めたよ。深い絶望にとらわれるあまり俺は希望を見失っていた。孤児院の子供たちを守ること、それこそが俺にとっての希望の光だ。それを守るために俺も立ち上がるぜ。俺たちだって戦うぜ。グロッタの闘士である俺たちが試合を棄権するわけにはいかねえからな。ひどいこと言ってごめんね。あなたの言う希望の光ってやつ、もう一度信じて一緒に戦うわよ。さあみんな、こんなやつさっさと片付けて、一緒に元凶であるブギーを倒し、町の人たちにも希望を届けましょう。あんたたちみたいにムカつくやつらには普通の地獄なんかじゃ生ぬるいわ。メガトン級の地獄ってやつを見せてあげる。これぞ我が美学。ウィングクロー。
助せ！ここまで…どうして…おや！これぞ、我が美学！ファイト！もう終わり？なんで私がこんな奴らに。私の方がメガトン級なのに。これで本当に終わりよ。早くここから脱出しないとヤバそうだぞ。あれはもしかしてグロッタの町の一か八か。みんなあそこに飛び込むわよ。なんだ？もしや、かわいこちゃんの身に何か？お、ホンギー！俺たち、どうなったんだ？ここは、グロッタの町？俺たち、戻ってこられたのか？さあみんな気を引き締めて。喜ぶのはまだ早いわよ。あとはブギーを倒すだけ。奴を倒してグロッタの町に平和を取り戻しましょう。マルティナさん、一体どうしたんだ？うっぷっぷっぷ、ようやくボクちん特製バニースーツの効果が出てきたみたいだね。これからはボクちんだけのために一生懸命頑張って働いてね、ボクちんのかわゆい子猫ちゃん。もちろん交換日記もしてもらうし、もしかしたら手をつないだりしちゃうかも。そっか、それだけは。いや。